時々なんで僕は君にちょっかいをかけてるんだろうと疑問に思う。まあ、そんな感じで、捉えていただければと思います。なんでかってやっぱり好きだからじゃないのかな。そうですね。Hey, what's good? It's your boy, S to the H. Oh, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, yes, 天行き、バイバイ。はい。はい、ということで、ちょっと今日もですね、うん、このスタイルで文法をお届けしていきたいと思います。はい。はい、まあ、前回からちょっとなんか文法の分野っていうよりは、ちょっと細々とした、まあ、事項を扱っているような感じのところがありますけれども、まあ、ここも、依然として大事なところということで、皆さんにお伝えできればなというふうに思います。はい、お願いします。はい、じゃあもう早速画面を共有していきます。よっしゃ、今日はなんだ？はい、今回ですね、扱う曲こちらです。はい、カリードのロケーションというこちらの曲になります。Send me your location list っていう、あれなんですけれども、これちょっと、僕、いいですか、自分が語りしちゃってもいいですか、これ。はい。これ、あれなんですよ。僕が、初めて国内版の、こう、公式の大役と解説をやったアルバムっていうのが、このカリードの、まあ、ロケーションが含まれているアメリカンティーンズという、あれなんですけれども。これが初だ。そう、これが初めてでしたね。国内版は、うん、で、まあ、その今ね、そのなんだろう、結構ヒップホップとか、まあ、R&B とかそういうなんか洋楽のライターになりたいっていう人結構まあいると思うんですけれども、今やっぱり活躍の場ってどんどんこうウェブの方に全然どんどんシフトしてるんですね、うん、まあ、国内版自体がやっぱりそんなにこうたくさん出るものじゃないので、僕もそんなに、国内版の仕事いっぱいやったことあるかって本当に数えるぐらいしか、片手で数えるぐらいしかやってないんですけれども、まあ、でもね、やっぱ一回これやってみると、やっぱその音楽ライターにとってこう一番なんだろう、名誉っていうか大きい仕事っていうか、うん、まあ、これやったらもうなんか俺なんかやったなって言えるなみたいなそういうふうにこう言えるようなもので、僕ね、今でもこれ忘れないのが、そのこのオファーいただいた時が、はい、なんか会社 の飲み会に向かう途中だったんですけど、うん、Facebook のメッセージの方に、まあ、以前から知り合いだったそのソニーの担当の方から、うん、DM が来ていて、翔くん、これやりませんかみたいな感じで、おーみたいな感じになって、でもなんかそうなんですよ。でも、その時ね、確か水曜の夜だか木曜の夜だったと思うんですけども、うん、締め切りがその翌週の、水曜の夜8時、うん、で、その間にこうなんだ、ライナーノーツを2つと、うん、あとその14曲、15曲ぐらいだったかなの、歌詞の大役を全部やるっていうので、うん、まあ、なかなかこうハードだったんですけど、うん、まあ、レーベル結構大変なんですね。その要はそのグラミーのノミネートがこう発表されてから、その間、そう。で、グラミーの時期までに国内版出さないといけないから、はいはい、すごい締め切りとかもきつきつになって、まあ、その中でこうどうにかこう仕上げてみたいな感じで。まあ、それでやったのが、すごい、懐かしい思い出として今、蘇ってきたというふうな感じなんですけども。いいですね。はい。すいません、自分語りで申し訳ないんですけど。いい話。なんで、ちょっと僕は何を言いたかったかっていうと、その、まあ、いろんなね、ライターの活躍の場ってこう広がっているんで、みんな各々好きなようにやってもらったらいいと思うんですけれども、まあ、こういう国内版っていうのはやっぱこう一つ、実際にこう自分がこうライナーノーツとか、大役とか書いたやつが、こう、僕、タワレコさんの渋谷店でこう見たんですけど、こう並んでるのを見た時のやっぱ喜びってすごいなんか何も変え難いものがあるんで、ちょっとね、ぜひそちらの方も皆さん視野に入れて、ライター志望の方はちょっとやってみるといいんじゃないかなというふうに思いますという、はい、はい、ちょっとすいません、ね、見るの面白いからね、ライナーノーツとか、あ、ブックレット、そう、あ、そう言っていただけるともう本当嬉しい限りですね、ライターとして。はい、すみません、ちょっと長くなりましたが。なんで、ちょっとこれも、今回扱う、例文読んでいきたいと思います。はい。はい。At times, I wonder why I fool with you というふうに言っています。うん、カリードのロケーションの中で、At times, I wonder why I fool with you というふうに言っています。で、前回、
直接話法、間接話法っていうのをやったかと思うんですけれども、直接話法。今日は、ちょんちょんっていう、クオーテーションマークの中に入ってるのが直接話法。で、そこから取り出して、何々かどうかを聞くとか、まあ、そういうふうに言ってるのが間接話法っていうものなんですけれども、まあ、これで言うと、まあ、この文っていうのは間接話法の方に近いんじゃないかなというふうに思っています。今回扱うのは間接疑問文というものですね。はい。うん、で、間接疑問文ってこれ、要は何かっていうと、直接、本当だったらこう、クオーテーションマークの中に入れて、何々ですかみたいな感じ、こう、疑問文で表せる部分っていうのを、まあ、そうじゃない、なんとか説っていう形で疑問詞を伴うもので表しているというのが、この間接疑問文というものになるわけです。うん。はい。で、その場合の文の作り方どうなるんですかっていうのを今日見ていきたいと思います。はい。うん。で、これ、まあ、見ていくと、at times、まあ、時々みたいな感じですかね。時々、I wonder。私は、まあ、疑問に思うっていうふうに言ってるわけです。で、何を疑問に思うかっていうと、why I fall with you。なんで私は僕、あなたにちょっかいを出すのかみたいな感じでこう言ってる。はい。なんで、もうこれ、なんだろうな、SVO みたいな感じでこう書いていくと、これまあシンプルといえばシンプルかな。I が S だし、Wonder っていうのが、V だし、これが O みたいな感じでなってると。S。これが V。これが O。で、I wonder。なんで私はあなたにちょっかいを出すんだろうっていうふうに時々思うっていうふうに言ってるのがこの文です。うん、なんですが、O の部分って、これちょっと注目してほしいのが、なぜ私はあなたにちょっかいをかけるんですかみたいな普通のこう疑問文にしようと思ったらどうなるかっていうと、Why do I fall with you? こうなるわけですよね。で、その疑問詞から始まる疑問文っていうのは、疑問詞、do、主語、動詞の原型みたいな感じでこうなってる。なんだけど、間接疑問文で、この wonder みたいな感じの、こういう動詞の後に来るときっていうのは、その語順が sv みたいな感じで、平序文の語順になるわけですね。いいですか？こっちでは、do, s, v みたいな感じで、まあ、順番入れ替わってたのが、s, v、っていう感じで、あくまでこう平序文の語順になると、うん、いうことが、このワンダーを使うような、いわゆるこう間接疑問文という文においては起こることと、うん、いうふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。うん、What 例えばこれが Why だったらからこういうふうになりますけれども、例えば I wonder の後が What it なんだ What this?私はこれは何なんだろうというふうに疑問に思うっていうのも普通 What is this? What is this? って感じでこれは何ですかっていうふうにこう言うじゃないですか、うん、なんだけど、この Wonder の後にこう来るときっていうのは What this is? みたいな感じであくまで SV 要はその平序文と同じ疑問、語順になると、うん、これが Wonder の後につくことによって私はこれは何なんだろうかっていうふうに疑問に思う、うん、不思議に思う、まあ、そんな感じの意味になるということになりますね。うん、はいはいはい。なんでまあその間接疑問文なのか直接疑問文なのか、まあその疑問文の形によってこの語順が変わってくるということで、間接疑問文の場合は普通のまあ平序文、平序文って言い方だ、あんまり今までやってこなかったかもしれないけど、あ、私は何々ですみたいな感じの普通のこう文ですね。あれと同じようなこう語順になるということで、押さえておけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい。はい。じゃあちょっと最後これ、repeat after me で終わりにしましょう。はい。At times I wonder why I fool with you. At times I wonder why I fool with you.
At times I wonder why I fool with you. At times I wonder why I feel, I fool with you. はい。はい。ということで、ありがとうございました。そう、なんだっけ？時々？そう、あ、ちょ、もう一回見ながら言いましょうか。At times、時々私は疑問に思う。何をかっていうと、why I fool with you。なんで私があなたにちょっかいをかけてるんだろうというふうに、まあ疑問に思う。うん、時々なんで僕は君にちょっかいをかけているんだろうと疑問に思う、まあ、そんな感じで、捉えていただければと思います。なんでかってやっぱり好きだからじゃないのかな。そうですね、ちょっとこう当時10代だったカリーノのこう甘酸っぱい感じがちょっと出てますよね、うん、はい、うん、はい、ということで、今回の、この曲もですね、概要欄のところにリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。はい、はい、皆さんぜひ、じゃあ国内版も買ってください。あ、ありがとうございます。でもね、ぜひね、売ってるはずですから。はい。聞、はいてください。はい。こちらの YouTube チャンネルの登録も忘れずにお願いします。そうですね。1000人目指してますんで。お願いします。はい、お願いします。ではまたお会いしましょう。はい。